今週僕が気づいたことですよ。あのー、びっくりしたんです。アカシアさんま超面白いっていう。ね。<laughs> こんな感じの反応になるのは分かってますよ。その周りのもう今週とか先週の番組を見て気づいて、みんなに、あのさ、アカシアさんま超面白くないって言うたびに、知ってますけどみたいな空気出されますよ。みんなに。今気づくことでもないでしょうみたいな感じになるんですよ。ね。何を今更みたいになんですけど。何人にも話したんですけど、アカシアさんますごいっていう、もうあえて3抜きますわ。同業者だから3って言うじゃないですか。 テレビ見てるときにはさんまさん待ってたのに、同業者になったら、さんまさんとか、タモリさんとかいうようになるじゃない。で、そうじゃない別に普通の地元の友達とかがなんかさん付けで呼ぶと、お前な、なんだよ、それみたいな。ねお前の立場はそれじゃないむしろつけないでくれよ、みたいになるけど、もうちょっと、あまりの差に、ア石シさんも面白いでいいですわ、もう。あの、カさんとかにも言ってんですけど、ちょっと、ちょっと、起きろ、起きろ、なんて言って。起き,起きろ、起きろ。ア石シさんはすごいぞ、と。<laughs> 超面白いぞっていうのを。うん、それがみたいな。それがみたいな。まず一つ言わせてもらいますと、そういうことになってんのがもうすでにすごいじゃないですか。だって面白くて当たり前なわけですから、ね。うん、そんなに面白くないやつが、ね。チクワマンが面白いって話だったらば、まあみんなの反応は、チクわマンって誰ってのはまあまあありますけれども、面白くなくて当然の人が面白いと、みんなこう、わって反応しますけど。 アカシアさんは、まあ、面白いわ。もうみんな知ってる頃だから、面白いぐらいは誰も驚かないじゃないですか。だけどそうじゃね、それを、それを超えて面白いんだけど、この話、誰も食いついてくんないんだよね。なんかね、この間ね、サンマゴテンのスペシャル見てたんです。サンマゴテンのスペシャルを見てて、したらね、それにね、あのー、その中に、なんかよくあるさ、これ改変期、新しいドラマとかが始まるときに、入ってくるネタで、 ある意味他の通常会の三ン五5店のちょっとしたネタが、こう、女芸人のなんか恋愛話みたいのと、まあなんかど男女のな,なんか関係の話みたいなの,のテーマの間に一本、今日会社を休みます開始記念スペシャルみたいなのが入ったの。ね。で、僕はそういう会に基本興味ない。だってドラマ見ねえんだから。 ドラマ見ないのに、その、煽りの番組みたいなの見て面白くないじゃないですか。で、えっ、ー、と、それは、なんでしょうね、その、バラエティに、いつもはバラエティなんか出ない俳優陣が、降りてきてくださるみたいな回なわけですよ。で目玉は、綾瀬はるかちゃんとか、えっ、ー、と、玉木宏さんとか、そういうもう、そこの全員が、さんま御殿のその一回のテーマ全員がこの、 今日は会社を休みますの出演する俳優だけっていう回なんですよ。で、こういう回は正直面白くないです。僕にとっては。そんなに、そんなに好きな回じゃないんです。ね。ね。でも、すごいなと思ったのは、全然その中になというか、いわゆる芸人的な、あのー、なんかそのい、いざという時には、 なんとかそこがつなぎますよ、みたいな保険みたいな人がいて、もうこれラジオ聞いてる人はぶっちゃけますけど、もう俺なんて輝くとこ、そういうとこしかないですよ。保険みたいなとこですよ。その、ま、一応伊住院言うとなんとか話埋めんだろうっていうようなところで、あの、スタッフからしてみたらあいつ置いとこうかみたいなところに、この中堅以降に送りバント、芸能界の送りバント職人で、その若いガンガンホームランやつ、 打つやつに比べると需要はないけど、なんでこんな悲しい話してんの乗っけから。自分が主役の深夜放送で。で、でも、誰よりもうまく送りバント決めるぜ、みたいなところを、なんとか頑張っていこうっていう、その、えー、っと、中年男性です。中年男性ですよね。で、がいるはずなんだ。いないんだよ、その回。誰も。なんだけど、この回の異様な面白さっていうか、 なんかね、具体的なことをテレビ見た話してもしょうがないんだけど、まあ、さんまごてなんかテーマがあって、で、そのテーマあらかじめ、その、アンケートとか事前取材をちょっとしてるから、このテーマの時には誰が面白い話持ってますよっていうのは、まあ、さんまさんは、まあ、あの、分かってるわけですよ。で、言って、じゃあ、最初のテーマはこれみたいな、共演者の、あの、不思議なところみたいな、多分テーマだと思うんだ。この共演者は変わってるみたいな話だと思うんだ。ほいで、で、その一人の、その、若手の俳優さんかなんかが、吹越みつるさんが、ときたま、 ズボンを、えっ、ー、と、おろして、ズボンを中途半端に下ろしてる時があって、それなんなのあの行動みたいな話をしてる最中に、もう、あほら、連中ほら、バラエティに降りてきてく,さくださってるから、出てくださってるから、うん、まあ、私たちも番宣もあることですし、出てあげてもいいですけど、だから、まあ、吹越さんは、まあ、お笑いのこと分かってはいる人なんだろうけど、 ちょっとお笑い同士のキャッチボールでは考えられない、その、吹越しさんが、その、たまにそのズボンを中途半端にずり下ろしてるっていう不思議な行動をしてて、みたいなもう話の途中で、吹越し、あ、あれは俺腰痛でコルセットしてるから、コルセットがずれないように確認してんだ、っていうのね。 もうありえないじゃん。その俺たちの持ってる、その送りバント職人っていうのはもともと才能がない分だけそういうパターンを全部、こういう時にはこっち側に転がす。サードがこうチャージしてる時にはこっち側に転がす。そして確率の高さみたいなものを今求められてるんだから、えっ、ー、と、なるべく大振りはしないみたいなことをずっとやってきた人間は、何それって思うのそのめちゃくちゃなやつって思うんだけど、そこから先の証やサンマの仕切りが。 何このゾーン台無しにしてんねんから始まって。ほいで、その、それはみんながいろんな疑問をなんでそんなことしてんのってみんな見た見たって全員振って、ね、さんまさんがここまであんまり喋るチャンスのなかった誰さんとかにも振り、で、謎が高まったところで実際聞いて、なんだそれかじゃんっていう、この思ったままを全部ぶっちゃけて、一人ずつにどう思ったって振り始めるわけ。ね。じゃあこれは、ま、そのコルセットはなしで、 <laughs> どう思ったって振るわけ。で、そうすると、その振られた人の中で、でも一回聞いちゃってるから、いや、でも、あの、あれですよ、ね、腰痛でコルセットが、もう、それ、せやないねんって言って、次の人に言うけど、これ次の人の勘のいい人は、なるほど、この中で面白いものが思いつかなかったら、むしろ、腰痛でコルセットって言う、重ねるっていうのは多分あるはずだと思って学習して、その場で、その、えー、コルセットがってギャグ続けるわけ。 で、三人目ぐらいはね、コルセットがって言って、で、四人目ぐらいは、まだそれの学習も分かってない。確か、綾瀬はるかちゃんあたりが、分かんないって言い出して、いや、ここはコルセットだろ、みたいなことを延々とやるんだ。ボール回しをやるんだ。これね。いや、これだけ聞いてるとみんな、それはさんまさんのよくやるやつでしょと思うかもしんないけど、同業者から言うと、この中に一人もお笑いがいないっていうことに関して、やっぱりちょっと、し、進せざるを得ないみたいな。 ところ、はなんだろう、これをさ、みんなようやくして人に話すときにさ、明石シさんも面白いって伊集院が言ってたってなっちゃうと、しょ <laughs> っぱなから延々と明石シさんも面白いってなっちゃう。そういうことじゃないのその、 それはさ、視聴率男じゃで、サンマ5点もあのトークだけの番組で相変わらず、今、テレビ全体の視聴率が落ちてる中で十数パーセント取っていくわけですから、その、一般の人さ、アカシアさんも面白いと思ってるわけじゃん。で、ちょっと社に構え始めるとアカシアさんまのもうパターンもね、なんて言い出すんじゃん。で、俺ら同業者になってくるとまたちょっと違うところに来るわけよ。で、その、 やっかみもあって15、15%ぐらい撮ってる番組の中で、まあ、あれはあれだよ、なんていうふうに、なんとか収められる番組もあるよ。だけど、その、アカシアさんまのあの、あの中での、こう、動きっぷりみたいのは、ちょっとな、な、異常で、僕らが、この、僕が、この芸能界入って、その、アカシアさんまと、初めて仕事をしたりとか、それさんまごで出してもらった時に、この人すげえなと思ったのは、ちょっと別格に、 ま、俺割と野球っぽい人って言われてるけど、サッカーに例えばのが一番しっくりくるんだけど、別格にアカシアさんもあってすごい人がいて。で、この人は、その試合を組み立てるにあたって、それ以外のメンバーっていうのは、下手くそがいっぱいいるわけ。で、中で何人か、レベルとしては J2 とか J3 なんだけど、そのバランスの取れてない。ヘディングだけはこいつ日本代表になってもいいんだけど、その他に関して全然ダメだな、とか、うーんと、 スローインだけに関してはすごいんだけど、その他に関してはもう、もう、一般の人間よりダメだな、みたいな。コーナーキックに関してはもう完璧なんだけど、あの、ちょっと見ようによっては立体に見える広告が怖くて怖くて近寄れないとか、<laughs> ね、あれにあれにつまずくとかね、で、ね、もうダメじゃん、お前それじゃっていう、普通にまっすぐ歩けないってことじゃん、みたいな。そういう人たちのチームの中でも、 あの、アカシアさんまっていう人は、あいつの頭の形のだったら、これぐらいの強さでセンタリングを正確にぶつけると、跳ね返ってゴールになるなみたいなことができるってのは僕らのイメージなんけだから、もともとアカシアさんまみたいになりたいと思って入ってきてても、そういうレベルの話じゃないぞ、この人ってう。そうなってくると、俺はどれだけ普通にしていられるかっていう問題だったりとか、自分のやりがいみたいのは、 あのさんまさんですら一人で持ち込んでゴールするのは、まあ、できるんだけど、めんどくさかったりとか、試合的に面白くないときに、一旦出そうと思って、一旦、一旦、その、もう、その、どうしても偶然囲まれちゃったから、一旦左に出したいってなったときに、俺はもうボールキープとかできないし、ましてや、そのまま俺が今度持ち込むみたいな技術はないけど、一旦左に俺のとこに出してくれたら、 二回蹴ってサンマさんに戻すってことに関しては完璧にしようとか思うわけ。で、それで俺のいる価値みたいのを高めたいし、少しでもそのサンマジャパンに絡みたいみたいな感じになるわけ。ちょっとあの、今単が絡むってどういうことですか今すごい大事なとこですよ、ね。今、もうものすごい、あの、単が、あの、渡辺さん、どういうことですかその構成っていう。 あの、僕の中ですごく今大事だと、ゲロを吐きそうで、その、たらを絡んだことに、を指摘されたことで余計焦って、ゲロを吐くレベルの顔をしてるっていう、今ここお写真でてると、超つまんない話を今僕がしてることになるんですけど、今日機嫌がいいからお前置いてっからそういうの。あのね、あの、そう思ってくるわけ。そう思ってくんだけど、この間のその回の、今日は会社を休みますスペシャルの回のさんまさんは、もはや、 あの人一人以外、全員、チェスの人でも大丈夫っていうレベルのもう、球技をやったことがないっていう、俺らはプロなりに、その、えー、と,ーと、プロとしての一個でも技術を見せて絡みたいと思ってたのに、バラエティにおいて、なんでもない。下手したら、11人集まんないと試合になんないから、チェス名人をいっぱい集めましたっていうだけでも、<laughs> この人、 点取るっていうか、勝つっていうか、まあ、あ誰と戦ってるか分かんないけど、勝つ感じとか。で、もちろんこの人たちは、その、視聴率とか、あとその、えっと、あたふたしてるということも含めて価値のあるスターの人たちだから、厳密に言うと、チェス名、まあ、チェス、油断、チェスも相当油断、ハブ名人みたいな人が <laughs> いっぱいいるのにだ、<laughs> ハブ名人、球技下手そうじゃん、さすがに。言っ <laughs> ても、あんま関、 ていない、あの、なんか、感じとか見てると。いやだ、なんかわかんないけど、あの人が真ん中にいたら、もはやその、それ以外、11で言うとこの、それ以外の10人に関しては、笹さかまでも大丈夫なんじゃん。ささかまこの位置に置いてあるから、こう蹴ってって、あの笹さかまの柔らかさだと、こう弾むみたいのも含めて、ゴールすんじゃないかみたいな。で、まあ、多分これが、まあ、僕の中でこういうことが大好きなんですけど、 一般的に普通に面白い。だってそゃそうですよ。そのドラマ好きな人とかからしてみたら滅多に出てこない、その俳優の人たちとかがいっぱい出てきて、面白いサマゴーテンマ5点をやって、今日もいつみたいに盛り上がって、いつもみたいに盛り上がってるってことなんだけど、あれ多分同業者の人たちが見た時のゾッとする感じっていうか、もう知ってますよ。あ,あのね、みんな、 明石家さんも面白いの知ってますよ言っておりますけど。先週までも知ってましたし、先、先月も知ってましたけど、でもあの回の今日は会社休みますスペシャルの回は、他にもそういうものあんのかなんかあんじゃん ヘラブナ釣りのおじさんとかが、ただ単にヘラブのポンポン釣ってんの一般の人、あ人魚いっぱい釣るからもうすげえなって思うけど、周りのその、その次の釣りに進んだ人たちはヘラブのなんか釣っても面白くないのにねっていうのに、なんかその超名人の、を目指してるっていうところになってくると、分かってる人になってくると、おい、おい、ちょっと待ってくれよみたいな感じの人なんだけど。じゃあ、あれ、あれに例えばわかりやすいかもしれない。あの、同じお笑いの人間が超すごいバラエティの天才の人を見たときに、びっくりするみたいなことだよ。 <laughs> 月曜 <laughs> お前さっきまで芸能吐きそうな顔してさのびのびしてんじゃねえ。